しいチームに参加して3回目ぐらいの時にで、ゆうながまた参加してきて、第一印象はあれこの人見たことあるなって思った。あ、この子可愛いなと思って。同い年、あと地元も一緒、ちょっと親近感が湧いたというか、それで仲良くなりました。今までの人生の中でちょっと一つでもこう歩んできたことが違かったら会うことはなかったと思うので、出会ってきた人たちに感謝ができる場だなと思うので、それが楽しみです。結婚式の時の嫁さんは普段見てる時の10倍は可愛いぞって言われたんで、それを期待してます。先ほど無事結婚式を執り行うことができました。当初の日程からの延期等もありましたけれども、今日という日を迎えられたことを嬉しく思っております。互いの両親、友人を大切にします。思いやりの気持ちを忘れずに、笑顔あふれる温かい家庭を築きます。お互いをいたわり、大切にしていくことを誓います。バスケットを通じて知り合いまして、同い年で勝ったこともあり、かなり仲良くさせていただいております。待ちに待った結婚式おめでとうございます。乾杯。ゆうなは一見おっとりしてそうだけど、好きなことにはとことんストイックになれる強い女性です。趣味もぴったりな二人だから、これからも楽しい結婚生活を送っていけると思います。ゆうな、いつまでも可愛いゆうなでいてね。母も美容師をしていて、仕事しているところをこう常に見ていたので、ずっとその時からの夢になってました。大学まででもういいやと思ってたんですけど、いろいろな人との関わりとか、シュートを入れる感覚とか、まだやめられなくなってるって感じですね。お父さんはいつも私がすることに反対せず、優しく見守ってくれていたよね。私はそんなお父さんが大好きです。今日はバイジンロードを一緒に歩いてくれてありがとう。お母さん、夢だったお母さんと同じ仕事に就くことができ、充実した毎日を過ごすことができています。辛い時に一番理解し励まし力を与えてくれたのはお母さんでした。ゆうやくんの初めてお会いした時に、ゆうなは必ず幸せにしてくれることと確信をいたしました。大変嬉しくもあり、親として少し寂しいところもございます。新郎ゆうやですが、私がミニバスのコーチをしていたこともあり、小中高とバスケットをやっておりました。その流れで、ゆうなにも知り合うこともできたっていうところもあるんで、こんな機会でもないと言えないので、両親に一言、これまで育ててくれてありがとう、感謝してます。これから親孝行していければいいと思ってますので、よろしくお願いします。笑いの絶えない家族になっていけたらなと思います。じいちゃんばあちゃんになっても手をつないで歩いてられるような関係でいられればと思います。本日は誠にありがとうございました。